皆さんこんばんは、東大阪新聞チャンネルの時間です。9月の第3週は、私、東、こちらですね、東大阪、ローカル記者クラブに所属しております、川内新聞記者の三谷がお送りいたします。本日のゲストはですね、東大阪コミュニティレポーター池畑千里さんです。池畑さんはですね、私どものこの河内新聞、先月7月5日後に登場していただきましてですね、大変東大阪でですね、有名な方です。なんかですね、その人だかりができていてですね、行くとですね、いつもなんか聞いたことある声がするなと思うと、その人だかりの中心にはいつも池畑さんがいらっしゃるんですけれども、ありがとうございます。はい、その池畑さんなんですが、今回のテーマがですね、東大阪コミュニティ FM 実現に向けてというタイトルなんですが、そこに至るまでですね、どのような、人生といいますかですね、送ってこられたのか、今日はちょっとこの30分というお時間なんですが、お聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。ご支援の方こそよろしくお願いいたします。はい、今日は私が丸裸になるんですね。いやいや、もう本当にもう暑いのですいません。ありがとうございます。今日もですね、もう、いつ も本当に走り回っていらっしゃるので、今日も東大阪の南部からずっとここで走ってこられたわけなんですよね。そうなんですよ、はい、でちょっともうちょっと化粧し直したら。いやいやいや、もう、ね、もう十分です、十分です。はい、でも本当にはいつもなんかね、いつもそういうところに行くと司会をされてるんですけれども、ありがとうございます。はい、このですね、司会を、はい、司会業というんですか、これをされるように至ったきっかけというかですね、はい、なんかその、どう見てもその池畑さんというのはもう地元の地場の人っていう感じがするんですけど。そうなんですよ、はい、本当にですね、皆さんから生まれも育ちも東大阪って言われるんですが、はい、実は本当生まれた育った大阪市内なんです。市内なんですか。はい、市内なんです、はい、でも皆さんがもう本当に東大阪で生まれ育った、はい、東大阪の近鉄沿線住んでんのって、はい、もう小坂あたりって言われるのがとっても私には嬉しいんですね。そうですよね、はい、はい、まあでも実はですね、私は結婚して東大阪に来た、はい、結婚して、はい、そうなんです、はい、それはおいくつぐらいでいたんですか。そんなん言うんですか。いやもう、いやもうちょっとあれですよ、はい、そうですね、はい、結婚したのは21歳だったんです。21歳。はい、いやもうまさに AKB 世代じゃないですか。いやその頃私はしっかりと、はい、はい、主婦をしておりました。あ、そうなんですか。はい、もう独立主婦だったんですよ。でそれで東大阪に来られて、はい、でそこからあれですよね、なんとなんかお子さんが、あ、そうなんです、はい、子供がですね、はい、東大阪に来まして、はい、新婚で東大阪に来まして、はいはい、そこから子供が4人できたんです、ね、はい、実は、はあ、お子さんが4人。はい、男の子、男の子、男の子、女の子、お子さんは、あそうなんです、ね、はい、いや、はい、まあまあそうだと思います、はい、はい、それからですね、まあ、PTA をされておられたんですね。そうなんです、ずっとですね、はい、はい、実は私4人の子育てはしっかりと働きながら子育てしてました。働きながら、はい、はい、だから保育所もですね、はい、現役で16年、小学校も現役で16年という、はい、本当に切れ目がなく16年だから、そこで私は16歳年を取っていたんです。あ、獅子16ですね。そうなんですね、はい、で、はい、そうですね、本当に最後 PTA 生活も小学校これで終わりやなって、もう実はですね、小学校も PTA もしてて役員してて、最後副会長させていただいて、もうそろそろ副会長終わりやな、はい、これからどうしようかな私って思う頃にですね、はいはい、実はですね、東大阪のケーブルテレビ開局、ケーブルテレビ開局、はい、そうなんです、うん、現在のその J コムウエスト、前ですね、はいはい、東大阪ケーブルテレビ HCですね、その映画開局っていうと、はい、本当に開局に携わるっていう、そんなめったにないと思うんですね、はい、普通も、はい、たまたまその時にですね、はい、リポーター募集っていう、リポーター募集、はい、はい、があったんですね、はい、で、はい、それが東大阪の市政便りに載ってまして、はい、はい、私の大好きな東大阪っていうので、はい、原稿用紙2枚以上っていう、ああ、小論文みたいな感じで、そうなんです、そうなんです、アピールポイントはとか書くんですよね、はい、はい、で、それを、はい、はい、実は、はい、一旦書いたんですね、書いた、一旦、はい、書きました、はい、はい、で、それから置いとったんですね、はい、で、いつの間にか締め切りを過ぎてたんですよ。あ、せっかく書いたのに出さずに置いていた、そうなんです、はい、でもそのまま出せへんかったら今の私がない、はい、
ないんですが、はいはい、いないんですが、はい、せっかく書いてんからダメ元で出しちゃえって私出したんです、はい、ああもう締め切り過ぎてるのに出されたわけなんですね、はい、そうなんです、はいはいはい、それがですね、はい、うん、なんか運よく運よく、はい、引っかかってくれはりまして、あ、はい、面接においでっていう数字が来たんですね、はい、はい、ありがたいことに、あ、よっぽどそのなんか、お写真も使われている特別なんですか、特別だ、はい、いや特別でも何でもなかったんですか、でも私がもう本当に現在、はいはいはい、東大阪に来て私が感じた東大阪をどんどん書いていたんですね、あ、はい、もう本当に素直にそのまんま書いたんですが、はいはいはい、それが良かったのか、はい、面接通知が来まして、はいはい、でですね、面接が第3次面接まであったと思います、はいはいはい、すごいですね、なんかあの、はい、最後は役員面接とかそんななんですか。そうなんですよ、はい、役員面接、本当にね、はい、あの、はい、結婚してしばらく、はいはい、面接なんか行ってませんでしたので、そうですね、はい、はい、もうパンとドア開けたら面接官が座ってるんですね、あ、はい、そんな中で、はい、でもあの上手に前後あんまり人と会わなくて、はい、なんかマイペースで面接もトントントンってやってくれまして、はい、実は第3次面接の時にですね、はいはい、カメラの前に立って、はい、自分がやりたい番組を3分間しゃべりなさいっていう面接だったんです。で今カメラありますよ、どんな感じでしゃべりはったんですか。いや本当に初めてカメラの前に立って、はい、ドキドキバクバク、もうとにかく一生懸命、はい、自分が作りたい番組を喋ったんです、ね、で自分では3分で結構長いんですよ、一人で喋るの。長いですよね、はい、で実際喋ったのが多分3分満たなくて2分ぐらいやったと思うんですね、一生懸命喋ったのが、はいはい、で私も完全にあかんわと思って帰り帰ったんです、はいはい、もうこれで私終わったわ、はい、でもここまでやれたからまあいい経験させてもらったなっていう感じで帰ったんです、はい、でずーっと待ってて、はい、ちょうど4月1日のエイプリルフール、エイプリルフール、そうです、はいはい、その日にですね、はい、はい、結果が来ました。結果が、あ、郵便なんです、はい、あの、はい、はい、でね、中はやっぱ薄かったんです薄かったあ、そうですよね、受験とかでね、やっぱりあの不合格だったら、合格やったらそのいろいろその、はい、その入学金支払ってくださいとかもありますけどね、なんかね、はい、薄かったんです、はいはい、あかんかなと、あ、で、恐る破って見たら、なんと、はい、合格やったんです。合格やったんです。はい。でね、はい、そう、もう嬉しいじゃないですか。で家族にね、はい、合格してやったーって言うたら、家族なんと言うたと思います。はい、何出したか分からなかったんですか、もしかして。うん、何というかね、はい、その人ね、4月1日、エイプリルフールやから、ケーブルテレビもやるやん。ああ。嘘やん。そういうなんかあのイベント、そういうイベントっていうか、ケーブルテレビがそういうふうなことを、はい、なんて仕組んで、その、はい、あのドッキリを仕掛けようと思うんですよ。そんなふうに家族はとって、私もそんなん言われたら、いやそうかもしれんなみたいにして、あ、じゃあそれで行ってみたら、はい、いっぱいそのなんか合格者がいたとか、そんな感じで。そうなんですよ、はい、行ったらね、はい、あの10人ほど、はい、あ、いてたんです。あ、やっぱ各番組に合わせた、あ、はい、そうなんですね。そうなんです。でもただ開局の時にですね、はい、またこれもラッキーだったんですけども、はいはい、開局時パーティーっていうのを石切清流でしたんですね、はい、清流はホテル清流ですね、ホテル清流です、はい、はい、その時にですね、ほとんど皆さんパーティーに行かれました、はい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 、でも本当に開局スイッチを入れた途端、はい、はい、メインのアナウンサーさんと横のアシスタントだけが残ってたんです、はい、スタジオに。その時のアシスタントに私が選ばれて、開局本当に今からでケーブルテレビ開局やで、パーンとスイッチ入れてたの、バッ。ああ、それ生放送やったんですか。そうなんです。ああ、もう生放送でも、生放送っていうか、ま、そうですね、はい、その時の、はい、で皆さんは清流でしてて、あ、その時ね、今みたいに生放送の二元放送とかできなくて、あ、その映像をバイク便で、ああ、送ってきたんです、ね、送ってくるんです、はいはいはい、それでまたバイク便で来たねっていうので映像を見ながらとかで、そんな感じでやってた開局でした、はい、今から21年前ぐらい、その21年前の私です21年前です、はい、21年前の私なんですけど、はい、ね、ここであの、ね、大手のテレビ局ではその当時の映像はみたいな感じで出せるんですけれどもどうなんでしょう、あの、はい、実はね、私ね、あの、はい、先月僕はあのゲストの方だったわけなんですよ、はい、そうなんですよ、うん、であのなんか今月キャスターの席に座ってますよね。でもなんかそのカメラがあるだけですごいなんか心臓バクバクなんですけれども、 その、うん、どうなんでしょう、あのカメラの前でそのずっとレポートをし続けるっていう、うん、そのあの
心構えというかですね、心構えですが、心境というか、はい、もう本当に自然で、最初ね、やっぱりドキドキバクバク私もしてましたので、カメラも気になるし、はい、カメラ目線になるしっていう、でもね、そのうち、私、本当に自然体で、自然体でする方が、自分の持ち味の生かされてくるんですよ、キャラがそのまま。そうですよね、うん、はい。だから、何も構えることもなく、自然体、構えることもなく、はい、自然体で、ありのままのみたいな。いやー、もう本当に、ね、はい、もうまあ僕もなんかね、ちょっとこの YouTube なんでね、いろんなね、あのインドとかアフリカとかいろんなところからメールもらったんですけれども、はい、なんか中には、ね、あの久しぶりに動いてるなんかあなたを見て涙が出たとか、そういうね、そういうね、あのありましたので、今この映像というですね、なんかあのこの、はい、あの伝え方っていうんですかね、それもね、本当にもうなんか素晴らしいなというか、ね、そうです、生ですからね、はい、はい、うん、でもね、なんか映像残るので、はい、やっぱり懐かしい部分ありますよ。そうです、ね、密かに私の宝物として自分が映ったビデオを持ってるんですけれども、アーカイブとしてね、はい、懐かしいです、はい、ぜひ今度それ見てみたいところですよね。あの全然違います、痩せてます、はい、若いです。全然痩せてるじゃないですか、なんかね、全然違う、本当その頃本当に痩せてまして、で若いです、ね、ずっとなんか東大阪の沖野目恵子と言われて、ね、ありがとうございます。いや、よう全然変わらないと思うんですよ。でも、はい、いや、もうでもね、年にもまだいいもんですよ。はい、うん、で、ね、はい、で、まあ、あの、このね、あの、はい、まあジェイコムというのはあれですよね、うん、あ、ジェイコムじゃない、東大阪ケーブルテレビがジェイコムさんに変わって、あ、そうですね、あの、はい、東大阪ケーブルテレビの時はですね、本当に東大阪の、はい、オンリーだったんです。オンリーだったんです、ね。オンリーです。だから番組、どの番組も東大阪しか映らない。そうですね。ジェイコブウエストに変わってからはちょっとなんかいろんなね、端、はい、も映るんですけど、はい、その頃は本当に東大阪オンリーですので、はい、東大阪の街をもう練り歩いてる、細かく練り歩いてるっていう感じで、私が出てたのは、行くぞ、河内おしゃべりたいっていう番組だったんですけど、はい、あの、女子3人で東大阪の街を練り歩いてたという番組です。なんかね、覚えてるような気がしますね。ですか、漫才師とかいなかったですが、なんか一緒に、あ、あの今でもね、はい、大活躍してる清水明ちゃんと、はい、一緒に回ってました。あ、そうなんですか、はい、うん、でも恥ずかしいね、なんかでもね、その頃ね、なんかスーパーで買い物してて、はい、あ、ケーブルに出てる人やんって言われたら、はい、はい、ちょっとあの、いや、これ何見に行くやねんけど、絵肉に変えた方がいいみたいな、そうですよね、ちょっとあの、そんなちょっとね、見え張ったりしてとかいうのが、ね、ありました。そう、あの、はい、わかります、あのね、ちょっとお刺身のなんか、あの、半額シール貼るの待ってたらですね、ちょっと、うん、まあ、それやめとくかなと思ったら、そんな感じ、わかりますよね、うん、そんな感じでしたね。やっぱりね、年中締め手配されてるもんですからね。そうですね、そうですよね、でもなんか嬉しかったですね、お声かけしていただくって、今でも、あの、ケーブルのお姉ちゃんやとか言うてくれはる人もいてるので、そう、永遠のお姉ちゃんじゃないですか、本当に、ね、ありがとうございます、はい、マネ姉ちゃんでいきたい。それで、ね、その、はい、ケーブル、その、まあ、ケーブルをご卒業なされてですね、そうですね、はい、で、あの、これここにもありますけれども、はい、だこれ平岡神社、あ、そうですね、はい、滝木の方ですね、そうです、はい、これね、ケーブルテレビのおかげでですね、リポーターのおかげで、はい、イコールアナウンス司会もできるみたいに、はい、皆さん思ってくれはって、はいはい、そこからですね、はい、MC の依頼とか、またそれと同時にケーブルの私を、はい、今私一編集員でいてるんですけども、ふれあい東大阪、東大阪コミュニティニュースの会が、はいはい、私を取材に来たんです。取材、こちらですね。取材に来たんですね、はい、私をですね、はい。私自身を取材に来て、で、はい、そこから私はそのまま編集員にもなっていったという。はい、実はですね、あの、このコミュニティニュースふれあい東大阪なんですが、はい、あの年に今、まあ、元々4回ですかね。そうなんですね、4回発行でした。で、今は年3回ですよね。はい。はい、あの市政頼りにあの挟まれて、はい、あの自治会協議会さんからですね、各家庭に配られています。そうなんです。はい。で、まあ、発行部数がこれ21万部ですか。そうです。あの、はい、東大阪全域の世帯に配られてます。はい。はい。これも内容も盛りだくさんでですね。そうなんです、はい、本当に内容もですね、はい、東大阪の本当に細かいベタネタ、そうなんです、はい、知る人ぞ知るっていうようなベタネタからですね、はいはい、こういうふうにあの本当に地域を知るっていうね、はい、地域ネタ、そうですよね、はい、まあ、これ英和が特集になってますけど、はい、そうですね、ちょうどね、その春頃にその、春にその英和がですね、
あの新大阪まで一本で行けるようになった時ですね、はい、それでまあ特集を組ませてもらってですね、そうですね、はい、実はですね、あのこのフレア東大阪なんですよ、私どもはあの参加しております。そうなんですよ、はい、三谷さんも編集員なんですね。そうなんですよ、く三谷さんとも一緒にね、はい、取材に行かせていただいてます、はい、一緒にというよりも何て言うんでしょう、まあ、二両編成というかですね、あのこちらがもうあの蒸気機関車で、私はあの貨物列車みたいな、そんでもないです、引っ張っていただいてるんですけど、そんなことないですよ、そうやってね、あのもう本当にみんなであのそうなんですよ、本当にです ね楽しくというか、はい、あの楽しいシーンが、ね、はい、そうですね、ふれあい祭りの、はい、こういうのあるんで、ふれあい祭り思い出しました。ふれあい祭りの会場行ってもなんか声がするなと思ったらいらっしゃるわけなんですよね。そうなんです、はい、実はですね、私ふれあい祭りの実行委員としても動いております。はい、はいはい、ですね、はい、のびっこ部会で子どもの企画運営するあの部会の部会長もさせていただいて、はい、あの花園、中央公園、はい、あのあそこのね、あのグラウンドのところでね、あのテントを並べてね、そうなんです、子どもたちがですね、本当に子どもも親もですね、はい、ふれあい祭りに来たな、あのもう本当に喜んでもらえるような内容に、ね、企画しております。はい、実はですね、この日も、はい、私たち学生さんも当日手伝いに来るんですね。そうですね、はい、はい、布施北さんとか近代さんが来てくださいますので、うん、当日ですね、私どもの事故員だけでも伸び子部下100人近い、100人近い、あ、はい、皆さんがお手伝い来てくださっているっていうですね、はいはいはい、あ、その元締めをされてるわけなんですね。そうですね、とりあえず伸び子部会長、そうなんです、農業部会長、皆さんね、はい、はい、もう本当に、はい、いやもう名ばかりばかりなんですけれどもね、はいはい、皆さんが本当に、でもね、あの私たちスポーツと環境とっていうテーマを出まして、ね、はい、やっぱりあの子どもたちにですね、ふれあい祭り会場をきれいにしようねっていうので、はい、ゴミ袋と、はい、そうですね、持ってちょっとゴミを拾ってもらうこともしていますし、命を大切にしようねっていうことで、はい、はい、以前は、はい、あの移動動物園も来てもらって、それ知らないですわ、はい、動物園も来てもらってたんです、はい、そういうこともしてましたし、ね、はい、で今はね、やっぱ親子で、あのやっぱりね、今各家族で子どもたちも一人が多いじゃないですか、うん、だからふれあい祭り当日は、うん、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんも来てもらって、うん、一緒にものづくりをしていただこうということで、うん、東大阪の企業さん、東大阪ブランドさんとか、はいはい、東大阪の企業さんにブースを出していただいて、はい、でまあお父さんにも東大阪はこんな企業があるんやでっていうご紹介をしながら、はいはい、で子供たちに東大阪の企業さんはこんなん作ってんねんでっていうことでね、はい、物作りも体験していただいております。そうですよね、東大阪も本当にあの、はい、なんていうんでしょう、物作りの街なんですよ、非常にバリエーションが豊かですよね、うん、そうですね、本当にもう、はい、あの段ボールの裏叩きとかですね、あ、そうなんです、大人気でしょ、そうです、松田市工業さんにね、はい、あのご協力いただきまして、はい、僕ら叩きの人間僕ら叩き、近代社がですね、僕ら叩きになるんですよ、僕らになってね、大きな段ボールを作って、はいはい、穴作って、はいはい、そこで人間ね、はい、ヘルメットかぶって出てきてもらって、うん、 はい、そういうこともやってます。僕がいたら多分ヘルメット貸してもらえないかもわかんないそうですよね、そういうふうなんでね、企業紹介も、はいはい、しながら、ね、はい、お父さんお母さんにも東大阪の街を知っていただく、はい、子供たちにもそういう企業を知っていただく、で将来ですね、うん、あ、こんな会社があったなっていうことをね、また子供たちもちょっと思い出してもらったり、うん、できればね、あの、はい、地元で働いてほしいですよね。そうなんですよ、ね、うん、そのためにもね、やっぱ学生さんにも来ていただいて、はい、あの祭りもお手伝いしてもらいながら、はい、企業もしてもらいながら、はい、まあ、できましたら東大阪にそのまま残ってもらいたいなと思ってるんですね。便利になりましたしね、はい、これから、ね、そうなんです、どんどん便利になっていきます。そうですね、もう、はい、はい、そうですよね、はい、東大阪線も伸びて新大阪まで行くようになってね、便利になりましたね。はい、なりましたね、なんかね、うん、ちょっとまああの、まあ、あとモノレールがね、いつできるのかなって感じなんですけどね。そうですね、はい、と思って、本当に東大阪は便利な場所ですね。はい、はい、なので、どん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 ね、はい、いろんな外国の方も、はい、私からもいっぱい来ていただいて、にぎわってもらえたらいいなと思ってます。そうですよね、はい、でも外国の方といえば、あの来週じゃない、はい、あの、9月17日、はい、そうなんです、はい、あ、宣伝していいんですか。うん、あのこの、はい、あの、はい、はい、実はですね、はい、私 MC 司会業もしております。9月17日ユトリート東大阪、はい、5時15分開場、開演は6時15分から、メキシコの夕べという、はい、メキシコの文化に触れていただこうと音楽イベントをしておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。私も、ね、行かせていただいたんですけれども、ね、はい、本当にね、あのね、あの華やかなメキシコの方がね、あの歌って踊ってなんですけれども、そう、本当に本物の、はい、本場のメキシコの方がですね、はい、やってきてくださいます、はいはい、
そうなんです、ね、はい、ただやっぱりやっぱ司会者が一番ね、やっぱ MC が一番目立ったと思うんですよ、ね、ありがとうございます。はい、はいはい、毎年ですね、はい、本当にあの、はい、メキシコの民族衣装、うん、カラフルな民族刺繍のね、うん、派手なね、こんな感じでなんかね、はい、はい、教えていただきまして、こんな感じで、ね、はい、孫にも衣装、はい、もう今年 も楽しみにしてますもん、ね、ありがとうございます、はい、ぜひお越しくださいませ、はいはい、でその MC ということなんで、声の、まあ、声の笑顔って言うんですかね、はい、はい、その声の笑顔を生かした将来設計というかですね、池原さん、はい、声の笑顔です、はい、はい、よく聞いてくださいました、はいはい、実はですね、私、はい、東大阪を、はい、東大阪ケーブルテレビというメディアでデビューしました。そこで東大阪の情報っていうか、東大阪の街を元気にしたいっていう、あ、私のコンセプトはですね、東大阪の街を元気にしたいっていうコンセプトが一つあります、はいはい、そこでメディアで東大阪をデビューして東大阪を回らせていただきました、うん、次にですね、この東大阪のクレア東大阪ということで、紙面の方で東大阪の、はい、元気を載せておりますで、実は私にはもう一つ3つ目の夢があるんですね。野望ですね。野望なんです。実はこれはこれからしっかり頑張らなあかん部分でして、もうでもあの、はい、そうもうすぐそこまで来てそうな感じで、ありがとうございます、はい、ちょっと先に宣伝しましょう、はい、はいはい、実は3つ目っていうのはメディアで出ました、紙面で出ました。はい、続いては声で東大阪を元気にしていきたいということで、はい、FM ラジオを作りたいと思っております。はい、名前もですね、もう勝手に決めてます。FM トライ。トライ。トライクのトライとトライ。はい。はい、心を見るっていうトライっていう意味を兼ねて、はい、FM トライっていうことを考えております。はい。はい、だからメディア、紙面、はい、声、はい、電波に乗せて私の声を皆様のもとにお届けしたいということをさせていただきたいなと思っております。はい。はい、やっぱりね、あのこの、まあ、こちらでも紹介させてもらったんですけれども、はい、やっぱりね、その、なんて言うんでしょうかね、あの池畑さんの声って言うんですか、あの、ありがとうございます。なんで、あの、まあ、今、僕、ラジオとかたまに寝る前に聞くんですけれどもね、はい、なんか本当に、まあ、あのその、まあ、先ほどは荻野目恵子と言いましたけど、なんかあの若い頃の、 あの岸田京子さんに似てるような感じで。岸田京子ですか。そう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 。なんかね、岸田京子さんの声っていうのが、ね、本当にね、はい、なんて言うんでしょう、あの、独特のあったかいというかですね、はい、あの方が、その、例えば、その、定食屋でもしながら興味をだけ投げてくるんじゃないかって、そんなイメージがあるんですよね、はい、池畑さんの子でなんかそういうね、あの近いようなイメージがあってですね、ありがとうございます、はい、まあ、元気を与えるとともにですね、ちょっとまあ、はい、あのなんて言うんでしょう、あの日々我々があの泣くに泣けないじゃないですか、はい、そうですね、そういうね、その、はい、なんか泣くに泣けない人たちが自然と涙を流せない温かいものを流せない、ありがとうございます。そういうのをね、僕としては期待しているわけなんですね。そうですね、はい、皆様にやっぱし元気と同時に温かさも伝えていきたいですよね、はい、そうですね、はい、あの、はい、正直言うとやっぱしですね、あの、はい、外見って年取りますよね、どうしても。でもあんまり、ね、変わってないと思うんですよ、あんまりでもですね、声ってアニメの人がそうでしょ、声優さんが。そうですよね、うん、声ってやっぱりね、鍛え方によって年取らないんですよね。あ、そうですよね、なんかね、はい、もうあの声帯だけ若いというかですね、なんかそういうこと言いますよ ね、だから、はい、それこそ本当にだん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 自分も年いきますので、画面で出れない分声で、もう、はい、はいはい、あったかさを届けたい、元気を届けたい、東大阪の街を元気にしていきたいっていう、はい、ことをしていきたいなと思いますしですね、はいはいはい、またね、この街でしか体験できない、この町やからこんなことがあるよ、こんなことができるのよっていうことを皆さんにね、お届けしたい、東大阪ならではのね、やっぱりオンリーワンっていうことをね、やっぱりラジオにもお届けしたいなと思っております。そうですね、はい、でちょうどね、東大阪 FM 局ないんですよ。そうなんですよ、実は、はい、いろんなとこあります、うん、私たち50万人都市ですよね、はいはいはい、はい、大きいんですけれども、うん、ないんです。ないんですね。で、はい、AM がなくなるじゃないですか。はい、はい、そうですね。で、ヤオが FM ありますよね、はい、なんかね、そう、ということはもうね、あの、はい、もうこういうふうにですね、アピールしといたら、はい、もうね、FM とか出るときはもう、あの池田さんがいないと思うんですよね。ありがとうございます。頑張ってる、本当にね、そう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 、今ね、うん、本当に真剣にマジで海の苦しみはこれからもっともっとせなあかんのですけれども、うんうん、やっぱり私が生きてる間に東大阪のね、いやいやいや、にラジオを作りたいというのは本当に私の最初の夢なんです、はいはいはい、その夢に向かって今ね、本当にコツコツ点と点を、はい、動いていって線を結んで、本当に大きな目にしていきたいと思ってるんです ね、 ですね、はい、本当に今ね、一生懸命動いて
はい、行かさせております、はい、今ね隣のそうですね今動くためにいろんなラジオ局の方にお会いをしております。もちろん隣のまず FM チャオさん、チャオさん、はいはい、で今 FM 泉大津さん、はい、今ですね実は私の勉強も兼ねて、はい、FM 千里さんの方にも、あ、はい、あ、ちょっと行かさせていただいてます。あそこ千里あの、研修センターとかね、なんとか放送センターありますよね、なんかね、はい、あの実はですね、はい、勝部先生っていうように本当に放送会のドンみたいな方が、はいはいはい、FM 千里さんを作り、はいはい、あったんです、はいはいはい、でまあその方にちょっとね私もあの、はい、ご指導をいただこうかなと思って、はい、はい、あの、はいはい、ちょっと勉強の方にも、はい、あの行かさせていただこうかなと思っております、はいはいはい、そうなんですよ、もう池原さんの声を聞いた、ね、あの人はね本当になんか、ね、声と、ね、風貌を見張ってですね、あの私の知り合いの劇団伊吹さん、はい、あのぜひ来てほしい、あのもちろんですね、はいはいはい、行きたいですね、そうです、でもなんかこの間あれあのねちょっと 見に来てどう思いましたなんかの雰囲気があのすごい、はい、ぜひやってみて、ただ皆さんすごいですね、そうなんですよ、あの暗記力、暗記力というかなんか本当にね皆さんね、はい、なんていうパワーもありますよね、パワーもありますし、あのうさんくささがたまんないわけなんですね、それもありますねそうなんですよ、もううさんくささがもうなんかもうあのボロに出てるというか、これちょっと多分怒られますけれども、うん、まあまあ一応僕もねずっとなんか、うんもうそのそのなんか魅力に引き込まれてというかですね、はい、もうここのところも月1回にそのお芝居見に行かないと、もうか禁断症状が現れてるから、ね、もう本当にお芝居もいいですよね、はい、やっぱり私ねやっぱ声が大好きなんですよ ね、人の声が、はいはいはい、だからやっぱ劇団員さんのお声 で、ね、であのやっぱり時々朗読劇も見に行ったりとか、はいはいはい、やっぱ声の魅力ある、はいはい、うん、なんか自分自身もやっぱりなんか顔よりも声に魅力のある人がやっぱ気になりますね。なんかね、あの本当に声は大事ですよね。そうですね。ですのでね、やっぱり、ね、はい、あのもし FM 曲をですね、はい、実現されたらぜひなんかあの朗読劇っていうんですかね。そうですね、はい、していきたいと思います、ね。僕もそれまでなんか一応僕もな、はい、あのまあ一応物書きの端くれと言いますかですね。いやもう素晴らしいです。ね、もうなんかもう教えてほしい。教えてほしいです。僕はもうずっとあの池原さんに蒸気機関車に引っ張っていってもらってる感じで、ですよ、はいはい、私も三谷さんに教えてもらいたいです。もうそんな感じなんですけれども、はい、ね、本当にあのぜひねもう、はい、あのもうこれからで、ね、もラジオ局ができてるんですけど、はい、どんどんそのなんて言うんでしょう、聴覚に訴えかけるというかですね、そうですね、うん、なんかもうあのいいですよね、あのまあちょっと目を閉じてですね、なんかその一日そのそういうのを聞きながらですね、はい、そうですね、まあ、あのゆっくりするというかですね、そうですね、声とかですね、はい、はい、物っていうのはそうですよね、なかなかやっぱり本物っていうのは機械では出せない、はい、独特な、はい、なんか雰囲気とか深みがありますよね、はいはいはい、このやっぱりね機械ではこの深みとかこう、あったかさっていうのが、はいはい、やっぱり微妙に出せない部分だと思うんですよね、そうなんですよ、深みっていうのは古い木や買わず飛び込む水の音、深みですよね、あそう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 、なんかね、そこら辺がね、うん、やっぱり機械では味わえない、味わえないですね、なんかね、はい、まあ、なのでね、うん、その部分をやっぱり皆さんにねお届けしていきたいって、はい、もうね お伝えするね、なんかねあのアイテムはもうこれ YouTube からねラジオがどんどん増えたわけですからね、はい、うんうん、それにやっぱりそのこれからの防災というかですね、あの、はい、そういう観点から見てもラジオ局必要ですよ ね、 もうね、そうなんです、はい、防災の観点から見ましてでもですね、はいはい、あの東大阪防災のこうあるんですけれども、はいはい、皆さん通し目が入ると聞こえにくい、そうですよね、うん、でやっぱりいろんな地震やっぱり防災のことを考えてもですね、うん、ラジオっていうのは非常にいいんだと思うんですね、はいはい、なのでやっぱりこれからいろんな意味でまたラジオに戻って皆さん、はい、ちょっとあのそうですね、はい、楽しんでいただこうかな、はい、あのねテレビだとテレビに釘付けになりますよね、そうですよ、ラジオだとね聞きながら作業ができるじゃないですか、そうですね、うん、でもまあ作業の手を止めてくれるような引き込まれるような話し方とかね、うん、お話もしてみたいですね、そうですね、はい、またねあの予算を組んでもらって子どもたち自身がラジオを作ってもいいですよ ね、 あそれもね考えております、はい、実はですね、はい、ものづくりの町東大阪っていうことで、うん、ラジオ作りもそのFM 局のラジオ自体も学校の方でね、はい、子どもたちに作ってもらおうという計画をちょっとしております。あ、そうなんですか。いろんな仕掛けを考えておりますので、あ、なんか維新伝心って感じがしますよね、なんか、はい、はい、なのでね、そのあたりもね、はい、あの考えながら、はい、東大阪にラジオの、ね、はい、FM ラジオをぜひぜひ作っていきたいな、はい、商店街も元気にしていきたい、はい、元気に、はい、はい、町工場も元気にしていきたい、はい、ラグビーの宣伝もしていきたいということでですね、はい、はい、防災、はい、
これをまず第一なんですが、はいはい、全部含めて東大阪にラジオを普及していきたい、はい、作りたいっていう夢を持っておりますのでね、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、今月はもうね、今月の、東大阪文化創造館がオープンしましてですね、はい、ラグビーワールドカップが、開幕になる。そうですね、盛りだくさんの東大阪ですね。そうですね、はい、本当にそうです。9月、はい、これからもその東大阪の、ね、あの 、うん、中心となってですね、担われて、これから声の笑顔でですね、はい、声あの心を届ける、そうですね、はい、いろんなところを取材に行って、はい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 、その心温かさを声で届けていきたいと思います。はいはい、本日は、東大阪コミュニティレポーター池畑静江さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。